おはようございます。おはようございます。おはようございます。気づきました？え、もう5回目。そうですか。5回やってるんですよ。出場の村健アナウンサー。うん、おかしいですよ、完全に。もうレギュラー出演。いや、レギュラー出演じゃないのも完全におかしい、おかしい。なんですね、うん、まあ5回を記念して。はいはい、もう記念して。なんと、今日はロケに出ます。え、外に、ちょっと。え、ここじゃなくて？ここじゃなくて。まあ、そんな昼ニュースないから大丈夫。お、まあまあまあ、そうなんですけど。そんな予算があったんですか、このコーナー。ご協力のもと。ご協力のもと。ご協力のもと、はい、やらせていただいてます。はい。そんな大掛かりになった。いや、そうそうそう。何やるんです、何やるんです。まさかね、車に乗るとはね。ついに局を飛び出して。ねえ。ねえ、よう許可出ましたね。いろんな意味で。はいはいはい、確かにな。5回目って記念すべきなのかな。ちょっとよくわかんないですけど。10回目とかじゃない。何があるんだろう。ええさくらエリートアカデミー。何するとこかわかります？さくらエリートアカデミー。はい、全くわからんでしょ。全くわからない。今回はこちら。出た。多分得意と言っていい唯一のスポーツ。あ、はい、もう勝ちは間違いない。勝つんじゃないですか、これは。ただまさか相手が10年卓球部っていうのはちょっと想定外だったので、それはもうちょっと全力を出して戦うしかないな。単純明快です、うん、先に5点取った方の勝ち。分かりやすい。普通に卓球をします。ガチ対決。ラケットってこれです。これですよ。ここいます。なんかもうちょっとこう細いという。あー、あっちの温泉卓球的な。あ、そうです。あー、みんなこれなんですか。使わないですか。そうです、今も2%。いや、でも私こっちの方が多分、あ、やっぱしっくり、めちゃくちゃしっくりきますよ。え、そうでしょ、卓球って。え、いや、なんでっていうか。それさえ勝てそうですね。いや、勝てそうですね。いや、それか、これ持ちにくいでしょ、こうやって。こっちです。はい、よかったよかった、あった。 2% なの、今。もう、絶滅危惧種みたいな。どうですか。はい、これはいい。はい、そう。じゃんけん、ほい。よし、どっち？サーブで。あ、サーブで。いいぞ。アナウンサー、スポーツ王は誰だ？第5戦。よーい、スタート。まずい。ラビー、ラビー、ラビー、ちょっとすいません、2分で終わりそうなんですけど。得意な経験者。はい。隠れてます。うわぁ。こんなに早く終わりそうになるとは思ってなかったんで。ここから怒涛の三連チャン。三連チャン。よし。どう。だいぶ体も温まってきたかなっていうところありますし、これなんかもう一回やりたい的な。まあね、YouTube をねご覧の皆さんも3分で、ね、終わったらちょっと肩透かしかなっていうのもあったりすると思うので、もう一回やらせてください。OK。 叩き潰しましょう。よし。前あったやろ。そんなことがあった。
最初はグーじゃんけんぽい。うまかった。よし、じゃあ、どうぞ。悔しいですね。10年やったって言っちゃったから。
あのそこあの受け取ってもらって10年やったってことなくて、ちょっと得意ぐらいの感じで、あの書いてて、肩書きはさっきちょっと得意ぐらいにしといてもらった。いやもう5回目にしてね、ついにイートスポーツ王が誰なのかが皆さん分かっていただけたんじゃないかと思いますね、これは。まあでもね、この今のプレーを見て、もしかしたらどっか、ね、連盟の指導者の皆さんとかちょっと声かけたいななんていうような気持ちがありましたら、こちらまでどうぞご連絡いただけたら、ちょっと指導ね、二足のわらじも考えてみようかなと思います。最後に次へ向けても意気込みも次いや、次というか、多分ずっと言ってますけど、もっといろんな人がやった方がいい。本当にね、この気持ちを味わってほしいんですよ。このやなんか王者になったなっていう感覚を皆さんに味わってほしいので。スポーツ王は誰だ。以上です。おめでとうございます。